はい、山中です。こんにちは。本日はクラウド型マインドマップツール、マインドマイスターで記事メモを作成してみました。その利点と分かりやすさ、情報の伝わりやすさをが伝わるといいなと思っています。では、サンプルにした、記事メモ、こちらです。この即完成、議事録の書き方とフォーマット、見本付きというウェブ上に公開してある議事メモを今回サンプルにさせていただきました。誤解していただきたくないのは非常によくできた議事メモであるということがまず大前提です。で、これをさらに良くすることができるのかどうかを試してみました。はい、ちょっと5秒間このまま放置しますので、あなたが気になるところをチェックしておいてください。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。はい、では、マインドマイスターに戻ります。これは私がマインドマイスターに直したものがこちらの議事メモです。はい、例えばプレゼンするときはこうです。今回、議事メモ、マインドマイスターで作りました。8つの項目、これは 6W2H の方法を用いて作っています。 6W2H は何かというと、何をいつまでに、誰が誰に向けて、そしてなぜ、理由があって、どこで、どんな媒体で、どのようにして、そして最後コスト、いくらで、どれぐらいの時間をかけて、どれぐらいのお金をかけて、資源をかけて投資してやるのかということを明記したものです。で、見てもらって、気になるところだけブランチを開いて、確認してください。では、まずデモンストレーションしていきますね。何をやったのかを気になる方、この3点の中で気になるところのブランチ、こちらですね。クリックしてみてください。まず、一番大事なことは、護衛室活動の進め方。これが決まりました。これを、討議しました。クリックを開いてみると、これは特にないのか。ごめんなさい。ここには何もないですね。消しておきます。決定事項2点です。2点。どんなことが決まったかというと、こちらです。まず1点目が、スモールスタートをするということ。全社展開の準備。まずは総務部からトライアルをするということが決まりました。そして担当役員に提言する。これが2つ目に決まったことです。どういうことを提言するのかというと、ゴエスを経営課題としてやっていこうということが決まりました。この2点が決定事項です。で、決まらなかったこと、宿題ですね。今回の討議内容。宿題ですね。今後の討議内容。これは洗い出しです。何を洗い出すのかというと、現状の問題点の洗い出しです。現状の問題点は2つあります。1つ目が生産性がダウンしているということです。2つ目は投資収益率が良くないということです。生産性のダウンは主にこの3つです。オフィスに書類が溢れている、整理整頓ができていない、ちょっと変わって机の配置が悪いということです。さらに細かく、整理整頓ができていないものはデータと物の整理整頓ができていないです。特にデータにおいてはパソコンの中の整理整頓ができていないです。パソコンの中のデータですね。それから物については段ボール、これは書庫の床に放置されたままになっています。あまり良くない状況なので、これも改善していきたいポイントです。はい、それから机の配置が悪い、これ何が問題かというと、ほうれん草がしにくいというところが問題なんですね。非常にこう早く直していきたいところですね。はい、次、投資収益率が良くない、どういうことかっていうと、在庫の出し方、抱え方が良くないです。特にパンフレットについて非常に問題点が大きいです。発注が多いために余りまくっちゃってるんですね。なので、ここを直していかないといけないというところを、現状の問題点として洗い出しができています。ということですね。はい、振り返ります。今回何を話したかというと、ボイスカットの進め方と、それによって決まったこと2点と、宿題、討議事項ですね。ちょっと直しておきましょう。これは、ここですね。このような内容になりました。で、後でお話ししますが、
これは、どのようにっていう How、今後のアクション、2つのアクション、特どこにもまとめてあります。次いきます。締め切り、いつまでに何をやるのかということが今回未確定です。で今回まとめて、未確定のところを洗い出しておきます。いつまでにというこの締め切り感覚、締め切りの大事さが、確認できている、確定できていないです。それからもう1点、How much、 いくらで、いくらコストをかけられるのかということを、お金ですね、時間ですね、人件費、時間ですね、これが未確定です。次、誰が何をやるのかという利害関係者の一覧はこちらです。今回社内だけの話し合いです。総務部から出席者が4名出席しました。それから欠席者は1名おりました。はい、では総務部の4名の内訳はこちらです。狛江部長、横山課長、郷主任と私、内田です。議事メモ作成、あ、これちなみに作成者で書いてなかったので私は加えておきました。4名の出席者がこちらです。そして欠席者が1名いました。欠席者は半沢次長です。これは出張に行かれてました。関西の事業部ですね、出席に行かれていましたので、今回欠席として記録しております。ということで、誰がというところでは社内総務部4名、欠席者は1名おったということですね。はい、それから誰に向けてということで言いますと、3つのカテゴリーがあります。総務部向け、それから担当役員向け、それから社内の全社員に向けてということですね。はい、次、なぜやるのかということで言いますと、利益を増やすために、検討しています。今回の、どこでという場所ですね。場所、媒体、会議室、第3会議室でやりました。最後、どのようにということで言うと、先ほど言いましたように2つのアクション、決定事項は2件ありました。ということで今回、マインドマップによって議事メモを作成しております。今回、マニュアルもつけています。私が作成した動画マニュアル、このマインドマップツール、マインドマイスターのブランチの折りたたみ方と、それから折りたたんだものを再利用する方法、もしわからない場合はリンクを貼っています。動画のリンク、こちらをクリックしていただくと動画マニュアルが再生されますので、ぜひ確認していただけると嬉しいです。ということで今回の議事メモのまとめです。以上です。というような感じでですね、テキストだけの議事メモとか、情報をまとめたものよりもマインドマップを使うことによって、その情報の大きさと小ささ、大分類、中分類、小分類が分かるということですね。それからその情報と情報の関連性、このように新たな線で結ぶことによって情報のつながりを可視化することができます。情報はまず対面でのリアルな情報交換というのが、情報量、情報処理の量というのは一番多いです。その次に動画での情報の共有が、情報量が多いです。単位時間、単位面積に、単位面積の中での情報量が多いです。その次に音声、言葉による説明が情報量が多いです。一番最後にこのテキストだけ、テキストだけというのはこういうことですね。テキストだけの情報共有が一番単位面積、単位時間あたりの情報、内容量が、情報含有量、情報がどれくらい入っているのか、伝わるのかというのは少ないです。ですので今回はマインドマップツールによって情報の、つながり、リレーション、コネクト、これを可視化させていただきましたということで、今回の動画デモを終わらせていただきます。はい、今回も最後まで動画を見ていただきましてありがとうございます。以上、山中和志でした。それではまた。